婚姻費用や養育費、慰謝料、財産分与などお金のことは具体的な金額が重要です。はい、こんにちは。離婚110番離婚カウンセラーの渋谷義之です。本日はですね、離婚とか、まあ、別居にまつわるいろんなお金の話なんですけれども、そういったこうお金を滞りなくいただいていくためには何が重要かというようなことをちょっとお話ししたいと思います。なので本日はですね、そういったこうお金をまあ出す側ということではなくて、まあ、もらう側の方に向けてのちょっとお話になりますので、該当する方ですね、参考にしていただければと思います。離婚とか、まあ、別居に際してですね、まあ、まあ、お子さんがいてもいなくてもなんですけれども、婚姻費用とか、養育費とか、あと慰謝料、財産分与とか、まあ、年金分割とかですね、まあ、そういったお金の話っていうのがですね、どうしてもついて回ると思うんですね。で、これがまあ、ご結婚されてまだ半年とか1年とか、まあ、お子さんもいらっしゃらなくてということで、特にですね、大きな事件があって、別居とか離婚に至るっていうことでなければですね、まあ、そういったお金のお話とかもほとんどないかとは思うんですね。あんまりそんな短い期間で財産分与がですね、莫大にあるとか、まあ、そういう方も稀にいますけど、まあ、ほとんどはいないと思いますので、ただこれがですね、やっぱり結婚期間3年5年10年20年30年と長くなってくるとですね、やはり別居中の婚姻費用とか、あるいはまあお子さんがまだ小さければですね、養育費とかその他ですね、いろいろあったでしょうから、まあ、慰謝料とかですね、あと特にこう結婚期間長くなってくると財産分与とか、そういったことが議題に上ってくると思うんですね。で、そういった時にですね、協議でお話しする場合でも、家庭裁判所の調停とかでお話しする場合でも、まあ、両方ともそうなんですけれども、基本的にはですね、具体的な金額というのがとても重要です。中にはですね、まあ、相手方が提示してくる金額とかを見て、様子を見てから交渉していきたいと、まあ、おっしゃる方もいて、別にそれも悪いことではないです。まあ、時間さえあればですね。ですけど、多くの方がですね、まあ、なるべくこういった問題を早く終わらせたいとか、まあ、有利にしたいとかというようなお考えを持っていらっしゃるので、そういう立場の場合はですね、やはりこちらの方でですね、ある程度具体的な金額を出しておくっていうことが必要です。で、出しておくっていうのはすぐにもちろん相手方に出さなくてもいいです。ただ用意をしておくってことですね。で、特に家庭裁判所の、まあ、調停とかについて申し上げるとですね、よく家庭裁判所のホームページとかもですね、まあ、見本の中で金額に関しては相当額とか、そういった形でみたいなことで、まあ、書いてあることが多いです。ですけど、相手とですね、揉めないで、まあ、ほんとすんなりですね、金額が決まっていくんだったらいいんですけども、まあ、やっぱりこう揉めるケースの方が多いと思うんですね。で、揉めるケース、まあ、揉めることが想定されるようなケースの場合は、相当額では良くないです。これはもう私は全然お勧めしてなくって、毎回まあ皆さんご相談者の方のお話するんですけども、具体的な金額というのをまあ出した方がいいですね。まあ本来ならもらう方ですから、このもらう方っていうまあ言い方もちょっと私はあまり好きではないんですね。まあ権利みたいなことをまあ大行に言うつもりはないですけれども、なんかこう低姿勢にいただくと、感謝の気持ちは必要ですよ。そうなんですけれども、例えば財産分与とかにしても、今までお互いに共有の財産を築いてきて、それをまあ分けるという形ですし、あとお子さんがいらっしゃれば養育費とかっていうのはね、いただく、まあそれはもうお子さんのためということもありますから、一応感謝の気持ちをこう、まあ、持つことは重要だけれども、ただいただくんですとかももらうんですっていう風な、こちらが低姿勢でみたいな、下からこうね、ぐーっとなんとかこうお願いしてみたいなっていうのは、意味合い的にちょっと違うんじゃないかなっていう、まあ、気はしてますけれども、基本的にはですね、まあでもね、揉めないようにするためには、感謝の気持ちをまあ持ってですね、交渉していただいた方が、もちろんそれはまあいいと思うんですね。それだったらあげる方の方にも言いたいことではあるんですけれども、まずちょっと話それましたけれども、そういった形でですね、結構ですね、結婚期間も長くなってくると、財産分与とかもですね、結構額が大きくなってきたりとか、まあそういうこともあると思うんですね。財産分与なんか割と分かってる方多いんですけれども、細かくね、まあどういった預貯金があるのかとか、動産不動産何があるのかとか、そういったものを表にして、その中でまあ共有財産はどれなのかとか、まあそういったことなんかでご自分でこう、まあ欲しい金額っていうのをある程度ミニマムとマックスっていう形で、例えば表を2つぐらい作るとかして置かれた方がいいとは思いますし、あとまあもし慰謝料ということであれば、慰謝料を何かを慰謝する費用ということですから、まあその根拠とともにですね、ご自分がどのくらいを考えているのか、どのくらい欲しいのかと、まあいうようなまあ金額を用意しておく必要がありますし、あとまあ別居中の婚姻費用とか、あるいは離婚後の養育費とかに関しても、まあ算定表っていうのがあって、まあ今皆さんご存知だと思いますけれども、その算定表の範囲内でしょっていうことで、せいぜい2万ぐらいの幅ですから、これでいくらみたいなことがあるとは思うんですけれども、この婚姻費用とか算定表っていうのは、その間のそれぞれ別居中とか、まあ離婚後の費用すべてが含まれているわけですから、基本的にはですね、共有
育費とか学費とかっていうのが別途法律とかでね保障されてるということではないでしょうから、そうするとですね、どうしてもこうちょっと算定用の金額で足らないとか、中に多すぎるとか、まあそういう方もちょっと見たことないですけれども、どうしても足らないからもうちょっと欲しいとかっていうようなことであれば、もちろん交渉してね、交渉が上手であればもうちょっともう一声もうちょっとみたいなね話もあるかもしれないですけど、そんな仲良くね交渉をするっていうことは通常こういう状況だとないので、なんとか自分あるいは自分の側にこうお子さんとかがいる場合は、私たちはまあこれだけ必要だというようなことで、そういった具体的な金額で交渉していただいた方がいいと思うんですね。それと重要なのは、その家庭裁判所の調停に行った場合で、調停に行った時に私の方はまあこういったまあお話をですね、調停に行く方あるいは行っている方についてよくさせていただくんですけれども、これが相当額みたいな形で、何でもそうです、財産分与も慰謝料も婚姻費用も養育費もみんなそうですけれども、中にはまあ年金分割もそういうふうに書いてる方もまあいらっしゃらなくはないですけれども、相当額っていうと結局いくらでもいいですよみたいなこうイメージになっちゃうわけですよ。正直調停員さんとかにとってはとても優しいことなのかもしれないし、中には金額ちゃんと書いてもらった方が分かりやすいなっていうふうに思ってる調停員さんもいるかもしれないですけど、基本的にはまあいくらでもいいってわけでね、まあ出してるわけじゃないでしょうから、やはりこう自分で考えてる金額というのをちゃんと目標額とか想定してる金額っていうのをこうねきちんと出してもらって、それでどうなんだろうというような形で交渉を始めていくっていうのがもう交渉の鉄則でもありますから、そういった点ではですね、そんなに莫大な金額でねちょっとそぞろそぞろとこう交渉していくっていうのとまた違うでしょうから、ご家庭の問題ですから、何万とか何十万とかね何百万とか、まあそういうような単位がほとんどでしょうから、そういうことであればですね、金額の方は重要ですから、きちんと金額を出して、でできればまあ根拠とかそれに伴うこう思いとかそういったものもきちんとですねお話になるなり書くなりしてですね、でそれで調停の方で交渉していっていただければ、もしくは相手方の方に交渉してもらうように調停員さんにお願いするというような形ですね。もうそれもまあ今日はここまでちょっとお話しするつもりなかったんですけど、調停員さんにお任せっていうことじゃなくって、ある程度調停員さんにどういう風にしてほしいかっていうことをちゃんと考えてですね持っていかれた方がねいいと思います。そうでないと失敗というとちょっとねまあ言い方がまあ良くないかもしれないですけど、調停なかなかうまくいかないっていう方もまあ多いので、そういった点もですねまあ気をつけていただきたいと思います。調停がうまくいく方法とかね、そういったことに関してはまあ他の動画でもちょこちょこお話もしてますし、また今後の動画でもですねまあ機会があればお話しさせていただければと思っております。本日はここまでとさせていただきます。本日はですねまあそういったお金をいただく方ですね、そちらの側の方に向けてのちょっとお話ということでさせていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。で、私のカウンセリングなんですけれども、実際に私にご相談したいという場合はですね、現在はですね、30分5500円から、行っております。まあ、消費税関係で、まあ、多少変動することはあるかもしれませんけれども、まあ、そういった金額で行っておりまして、説明欄の方からですね、お申し込みとかお問い合わせとかできますので、よろしければお願い申し上げます。本日はどうもありがとうございました。失礼いたします。